9日午前8時5分、リバティタウン郊外のハウリントンカレッジ通用門近くの駐車場。被害者はビル・ロビンズ34歳、ロビンズ商会社長。死因は鋭利な刃物にて背後から受けた数箇所の殺傷による出血多量。死亡推定時間は8日午前1時ごろ。現在捜査難航中。まだ犯人がわからないのか。いつまでもグズグズしていると市民に不信感が募る。警察の面目にかけて早く事件を解決してもらわんと困るよ。ダウンズヒルズ暴行事件。1983年4月23日深夜、ピアニストのサラ・シールズ当時21歳が仕事場から帰宅中にダウンズヒルズ墓地付近にて暴漢に襲われた。失神中のところを見回りの警官に発見されるが、犯人はすでに逃走。被害者は全治2週間の怪我を負う。暗闇のため犯人の特徴など手がかりがなく未解決となっている。盗難品名、乗用車、白の86年型フォード。被害届元、ロビンズ商会、会長エドワード・ロビンズ。盗難場所、ロビンズ商会駐車場。駐車中に鍵を壊されて盗まれた模様。盗難品名、時計、日本製の腕時計。被害届元、ホテルグランド、支配人ロバート・オズボーン。盗難場所不明。泊まり客の持ち物から時計がなくなったとの届け。盗難品名、ナイフ、肉切り用。被害届元、ビガーズストア、店主ダニー・ビガーズ。盗難場所、店頭。店の陳列棚から盗まれたとの届け。JB、おいしいコーヒーでもいかが？捜査の間には息抜きも必要よ。どなたですか？ああ、警察の方ですか。あなたがこの事件を担当された刑事さんですか？僕はフレッド・ロビンズです。ビルの事件以来、ジャネットは実家に帰っているので、僕がこの家の留守番をしています。30歳です。HH カンパニーという化粧品会社に勤めています。A 型です。父のエドワードと殺された兄のビル、結婚している妹のケイト、それから家族同然のメイドのパメラがいます。テニスですね。車の A 級ライセンスを持っています。この町の生まれです。ホワイトホーククラブに入っています。本当に驚いています。まさか兄が殺されるなんて、未だに信じられないことです。
刑事さん、早く犯人を捕まえてください。仕事熱心で厳格な父です。家庭より仕事を大切にするような人間です。この近くのホールディング家に嫁いでいます。ケイトは兄思いの優しい妹ですよ。事件以来実家のキャリントン家に帰っています。すっかりショックを受けてしまって病人のような生活をしているとの話です。親父の昔からの友達です。僕やビルのことも赤ん坊の時からよく知っているそうです。知りません。知りません。知りませんね。あの夜は一人で映画を見ていました。ええ、映画が終わったのは11時ぐらいだったと思います。それからまっすぐ家に帰りました。え、どこの映画館かですって？はい、ガスライトシアターです。いえ、別にありませんね。ビルとは近頃あまり話をすることもなかったですから。町の青年の集まりです。さあ、そんな事件なんて知りません。僕は何も知りません。JB、捜査の方はどう？頑張ってね。なんだね、許可の申請かね。わかった、家宅捜索の許可を出そう。しっかり調査したまえ。JB、捜査の方はどう？頑張ってね。刑事さんでしたか。どうぞ。イヤリングですか。さあ、ジャネットのものでしょう。はい、JB、 例の事件の方はどう？あなたなら無事に事件を解決できるわ。いい手がかりが見つかりましたか？見せてください。銀製です。かなり高価なものですね。小さく SM とイニシャルが入っています。血痕はなし。採取できるような指紋も発見されませんね。細身の肉切り用のナイフですね。ええ、凶器とほぼ一致する大きさのものです。
それにかすかな血痕が発見されてます。血液型は AB 型です。はい、JB、 例の事件の方はどう？きっとあなたなら無事に事件を解決できるわ。どちら様ですか？え、刑事さんですって？刑事さん、タバコばっかり吸っていないで早く犯人を捕まえてくださいよ。パメラ・スミスです。55歳です。この家のメイドです。大型です。私は独り者ですよ。タロット占いです。実はですね、1ヶ月ほど前にビルさんのことを占っていたら災難がやってくると出ていたんです。本当に当たりましたよ。助産婦の資格を持っています。メンフィスです。別にありませんね。こんなことになってしまって本当に悲しいことです。旦那様もどれほど心を痛めてらっしゃることか。旦那様は立派な方です。フレッド坊ちゃまは本当に思いやりのある方です。ロビンス商会もフレッド坊ちゃまが継がれることになればきっと安心です。ケイトさんはホールディング家にお嫁に行かれてもお父様やお兄様たちのことにいつも気を配られる優しいお嬢様です。まだお若いんだから不幸な事件のことは早く忘れてまた新しい人生を歩んでいただきたいと思いますよ。レンデル先生はロビンズ家の主治医です。病院はこの近くなんです。知りません、知りません、知りませんね、そういう人は。あの夜は旦那様とフレッド坊ちゃまお出かけになっていました。私はもちろんずっとこの家にいました。え、二人がいつ頃帰ってきたかですって？それがあの日はお二人とも帰りが遅くて私が寝た後で帰ってこられたようなんです。そういえば事件の夜ちょっと用があってジャネットさんに電話をしたのですけれど、なんだか泣いていたような声で変な雰囲気でした。そんな事件はロビンズ家とは全く関係ないことです。どなたでしょうか？え、警察の方ですか？事件の調査ですか？ご苦労様ですわ。ケイトホールディングです。24歳です。仕事はしておりません。 A 型です。夫のマイケルとその両親と一緒に暮らしています。私、手芸が好きなんです。パッチワークをしていますわ。結婚前は保護をしていました。この町の生まれです。アネモネクラブに入っています。兄が殺されたなんてまだ信じられません。兄のことをいろいろ悪く言う人もいましたが、私にはとても優しい兄でしたわ。頑固なところもありますが、いい父親です。ただ、ビルとはあまり気が合わなくて、会社の経営のことでは時々揉めていたようです。
兄は HH カンパニーに勤めていますわ。もしかしたら近々結婚することになるかもしれません。少し気が弱いところもありますけれど、優しい主人です。今日は会社に行っています。かわいそうに、どんなにショックを受けていることか。ビルの葬儀の時はすごい興奮状態で泣き続けていましたから。おじさまはロビンズ家の主治医です。パメラは私が赤ん坊の時からロビンズ家で働いています。だからロビンズ家のことは何でも知っていますわ。知りません。そういう人とは知りません。知りません。あの日はずっと家にいました。実はあの夜に誰かがドアを開けてこの家を出て行こうと聞いたのです。確か10時半ぐらいだったと思います。とても気になって仕方がないのですが、実はお母様が主催なさっている地元の婦人の集まりです。あなたが刑事さんですか。ホニーホールディングです。58歳です。 HH カンパニーの社長です。大型です。妻のルーシー、一人息子のマイケルと嫁のケイトです。ゆったりとブランデーでも飲みながらクラシック音楽を聴くことですな。クルーザーの免許を持っています。私はオハイオの生まれです。この町に来て15年になります。町の商工会に入っています。本当にお気の毒ですね。たまには顔を合わせています。若いながらなかなかのやり手でしたよ。ロビンズさんは立派な方です。昔からこの町に貢献されてきた実業家です。うちの会社で働いてもらっています。明るくていい人間ですが、ビルのように仕事ができるタイプではありませんね。うちの会社でよく気のつく優しい嫁です。あの口やかましい家内ともうまくやってくれていますよ。母親が甘やかして育てたせいか、どうも頼りない息子なんです。もう少ししっかりしてくれるといいんですが。ビルの奥さんについてはよく知りません。この辺ではなかなか腕のいい医者だという評判ですよ。私はどうもあの人が苦手でしてね、あまり話したことはありません。知りません。知りませんね。そんな人に会ったことはありません。あの夜はずっとこの家にいました。どこへも出かけてはいません。こう言ってはなんですが、ビル君は非常に女性関係が派手でしてね、私は今度の事件もその辺に関係あるんじゃないかと思っているんですよ。はい、私はあの夜確かに出かけました。ある人物と会う約束をしていたんです。誰とですって？それは、
でございましょう。ルーシーホールディングですわ。まあ、女性に年を尋ねるなんて礼儀知らずな方ね。52歳ですわ。 HH カンパニーの会長です。 A 型です。夫のトニーと息子のマイケル、それにケイトです。社交ダンスとゴルフですわね。私、歌には自信がありますの。若い頃は歌手を目指していたこともあるんですのよ。この町の生まれです。アネモネクラブに入っておりますわ。本当に驚いています。まさかホールディング家と縁続きの人間から殺人事件の被害者が出ることになるなんて未だに信じられませんわ。ロビンズさんもロビンズ商会を大きくするためにかなり非常なこともしてきたという話ですわ。あの方に潰された取引先もあるらしいですわよ。お兄さんに比べれば少しはまともですけどね。うちの息子に比べるとまだまだできていませんね。優しそうに見えてあれでなかなかしっかり者の嫁ですのよ。あの事件以来どうも元気がないんですの。夜もあまり眠れないようですし心配なんです。母親思いの可愛い一人息子ですわ。あの事件の夜も気分を悪くして寝ている私のそばにずっといてくれましたもの。ビルとジャネットの結婚式は半年前にセントノース教会で行われたばかりなんですよ。あの可愛かった花嫁さんが未亡人だなんて本当にお気の毒なことですわ。あの先生も物好きなことですわよね。身寄りでもない友人の娘を引き取ったりして、やもめ暮らしはお寂しいのかしら。ロビンズ家のメイドでしょ。生意気なんですよ。知りません、知りません、知りません。あの日は前日のパーティーの疲れが出て早くから休んでおりました。ですからずっとこの家の寝室におりました。そういえばあの事件の夜、私気分が悪くてレンデル先生に往診をお願いしようと思ってお電話したのですが、誰も出ませんでしたのよ。お出かけだったのかしら。地域のご婦人を集めた慈善団体ですのよ。私が会長なんですの。何かご用ですか？亡くなった社長についてのお話なら会長がお伺いすると思いますので、こちらへどうぞ。何の用かね。エドワード・ロビンズだ。60歳だ。ロビンズ商会の会長をしておる。血液型そんなものは調べたこともない。殺された息子のビルとその弟のフレッド、嫁にあった娘のケイトの3人だ。仕事がわしの趣味のようなもの。セスナの免許を持っている。わしは
この町で生まれてここで育った。商工会議所の専務理事をしておる。死んだ息子についてはもう何も話したくない。ビルの仕事関係のことなら秘書のシェリー・マクドナルドに聞いてくれ。ビルがいなくなった今、ロビンズ家の跡取りはフレッドだ。これからフレッドにはもっとしっかりしてもらわんと困る。あれは親思いのいい娘だ。ビルとも仲が良かったようだしな。あの男は経営者としては今一つの男だ。あの奥さんとはあまり付き合いがないからよくわからん。男としては少し頼りないが、ケイトには優しいらしい。ジャネットはいい嫁だ。まだ若いのだからビルのことは早く忘れて新しい人生を歩んでもらいたいものだ。古くからの友人で我が家の主治医をしてもらっておる。妻のヘレンが亡くなってからずっとうちで働いている家政婦だ。知らんな。誰だそれは。売れない小説家らしいな。ああいう得体の知れない男がいると町の風紀が悪くなって困る。あの夜は友人のジェームス・マクベイのところに行っておった。11時頃には帰ってきてすぐに寝た。いや何もない。警察にはさっさと犯人を逮捕してもらいたいものだ。いらっしゃいませ。警察の方ですね。ご苦労様です。何でございましょう。ロバート・オズボーンです。54歳です。このホテルの支配人です。 A 型です。妻と子供が2人います。バードウォッチングなどを少々。お客様の顔と名前を一度で覚えることです。ニューオーリンズです。ホテルマン協会に入っています。ロビンズさんにはたびたびご利用いただいておりましたので本当にびっくりいたしました。実はあの日もご予約いただいていたんですよ。ツインの部屋を用意していました。ロビンズ氏はこの町の名士で時々ご利用いただいております。よくは存じ上げません。知りません。ロビンズさんとご一緒にお見えになったことがおありです。ご商談のようでしたが、アネモネクラブ主催の事前パーティーをここで開かれました。さあ、知りません。奥様のことは存じ上げません。レンデル先生は知っていますが、お話しするようなことは何もありません。知りません。その名前の人なら殺されたロビンズさんとご一緒に時々いらしてましたよ。ブロンドの長い髪の人でしょう。知りません。彼女は以前このホテルの地下のバーでピアノを弾いていました。
実はマクベイン氏はこのホテルの株主のお一人なんです。何でも20年ほど前にお父様を亡くされて多額の遺産が入ったとかで、結構な資産家らしいですね。知りません。その夜はここでずっと勤務していました。こんなことをお話しするのはなんですが、あの事件の夜遅くに外出して夜中の2時ぐらいに帰ってこられたお客様がいるのですよ。なんだか気になる方でして、はい、お名前はマニエル・バークリー様です。サラ・シールズはあの事件の後ここを辞めました。はい、お客様からそういうお届けがありましたが、どうもお客様の勘違いだったらしく見つかりました。警察にご連絡しなければと思っていたところです。お手数をおかけいたしました。その方ならここに宿泊されています。もう3週間ほどになりますか。はい、何でしょうか。マニエル・バークリーです。48歳です。気ままな旅行者です。 AB 型です。本国のブラジルに妻と子供が3人います。こうやって旅行をすることです。別にありません。ブラジルです。ありません。新聞で読みました。この町で殺人事件があったそうですね。犯人はまだ見つかっていないのですか。私が知ってるわけがありません。知りません。知らないです。誰ですかその人。会ったこともありません。知りません。知りません。私には全く関係ない人です。会ったことはありません。私には何もわかりません。知りません。誰ですか。知りません。私は何も知りません。名前を聞いたこともありません。部屋にいました。夜出かけたのは事実です。でも私は事件に関係ありません。ちょっと散歩をしていただけです。信じてください。刑事さんにお話しするようなことは何にもありません。私はただの旅行者です。知りません。刑事さん、捜査ですか。ご苦労様です。刑事さんもご苦労様ですね。モートン・ブラッドレーです。50歳です。この大学の警備員です。 B 型です。妻と娘が2人です。3ですね。先週の日曜にはリバティリバーで大きなブラックバスを釣り上げましたよ。別にありません。か
川向こうの町です。特にないですな。私が発見した人ですね。びっくりしましたよ。車のドアを開けたら突然倒れてきたんですから。殺された人間を見たのは初めてで、腰を抜かしてしまいました。殺された人のお父さんですね。事件の後ここにもいらっしゃいましたよ。ああ知りません。妹さんでしょ。事件の後に花束を持ってここに来ました。知りません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 ね。検視官の先生でしょ。ああいう時はお医者さんも大変ですね。知りません。知りません。ああその人ならよく釣り場で会いますよ。釣り仲間です。知りません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 。あの日は夜勤だったんです。2時ぐらいに校内の見回りを終わって、通用門のところで車を発見しました。実はロビンズさんを発見する前に、通用門のところでスピードを出して走っていく車の音を聞いたのです。暗かったのでよくは見えませんでしたが、青い車だったようでした。なんだか気になりましてね。夜勤の時に不審な車を見つけたんで、近づいて中を覗き込んだらドアが開いていて、中から人が倒れてきたんですよ。本当に驚きました。あの車はうちの学生が駐車していたもので、ドアが壊されていたそうですよ。警察の方でしたの。ご苦労様です。私に何かご用ですか。マーサ・キャリントンです。45歳です。仕事はしておりません。 A 型です。夫のジョーと息子のラルフ、そしてジャネットです。私、花が好きですの。庭にはたくさんのバラを咲かせておりますわ。結婚前は看護婦をしていました。ボストンの生まれです。この町には5年前から住んでいます。特にありませんわ。こんなことになってしまって本当に残念ですわ。早く犯人が捕まるといいのですが。ご立派な方ですわ。今回のこともご自分の息子さんを亡くされて大変なところだというのに、ジャネットにもいろいろと気を配ってくださって感謝しています。ビルの弟ですわ。いい方ですわ。ジャネットの結婚の時にもいろいろと相談に乗ってくれたのはケイトさんですから。さあ
あまりお会いしたことがないのでよくは知りません。アネモネクラブへの入会を勧めてくださったのですが、私は人前に出るのが苦手でお断りいたしましたわ。さあ、話したこともありません。今日は仕事に行っています。主人はホームエステートエージェントという不動産屋をしていますの。事件以来この家に帰ってきていますが、まるですっかり病人のようになってしまって。知りませんわ。ジャネットが随分お世話になっていました。ロビンズ家のしきたりなどいろいろと教えてくださったようですわ。私は会ったことはありません。知りません、知りません、知りません。そんな人は知りません、知りませんが、家にいましたわ。主人は11時半ぐらいに帰ってきました。いいえ、何もありません。ホールディングの奥様がやってらっしゃる慈善団体ですわ。何ですか？警察の人間には用はありませんよ。ラルフ・キャリントンです。21歳です。ハウリントン大学の学生です。 AB 型です。両親と結婚している姉がいます。本を読むことです。特にありませんね。ボストンの生まれです。大学で犯罪心理研究クラブに入っています。はっきり言うと僕はあの男のことが大嫌いでした。でもまさか殺されるなんて本当に驚いています。母は今回の事件でジャネットがどうにかなってしまうのではないかととても心配しています。まともに話したこともないからよくわかりません。ビルよりは少しまともな男みたいだけれど、はっきりしなくてうじうじしたところがあるようです。ああ、よく知りません。話したことはありません。うるさそうなおばさんですよ。僕は話をしたこともありません。あの頼りなさそうな男ですか？話すようなことはありません。人当たりはあまりよくありませんが、尊敬できる父親です。しっかりショックを受けてまるで病人のようです。結婚してからわずか6ヶ月で最愛の人が殺されてしまったのですから無理もありませんね。知りませんよ。あのメイドはビルのことを嫌っていました。あの人はフレッドをやたらと可愛がっているそうだから、ロビンズ紹介をフレッドに継がせることになって喜んでいるのじゃないですか。ビルの秘書です。真面目な女の人です。いい人です。パブのマスターです。彼女なら知っています。ハングリーフィッシャーマンでピアノを弾いている人です。会ったことはありません。知りません、知りません。あの夜は友達のところに遊びに行っていて夜中に帰ってきました。別に何もありません。そんな事件のことは知りません。車は持っていません。いつもバイクに乗っています。はい、何でしょうか？ジャネット・ロビンズです。21歳です。仕事はしていません。結婚前は父の店を手伝っていました。 A 型です。夫のビルは殺されました。
と母と弟がいます。好きなことなんて今は何もありません。ありません。ボストンで生まれました。アネモネクラブに入っています。ビルのことはもう何も話したくはありません。優しい母です。お父様はビルが殺されても涙一つ流すこともなかったのです。頭の中は会社のことだけでいっぱいなんです。フレッドさんはいい人です。ケイトはいつも私のことをかばってくれていました。ビルはああいう調子のいい人間には気をつけろって言っていました。アネモネクラブの会長さんです。私あの人は苦手なんです。ケイトの悪口ばかり言うんですもん。アネモネ、時々お会いしますがあまりよくわかりません。父は私たちの結婚にすごく反対していたんです。私たち双子なんです。小さい時からいつも一緒でした。だから私がビルと結婚するって決めた時すごく嫌がりました。時々お会いしますがあまりよくわかりません。カメラさんはフレッドのことばかり気にしているんです。ビルのことはきっと嫌っていたんだと思います。ビルの秘書の人です。知りません。知りません。お父様のお友達です。知りません。知りません。あの日はずっと家にいました。ビルが帰ってくるのを夜中まで待っていましたがいつの間にか眠ってしまいました。あとは警察からの電話で目を覚ましました。どこにも行っていないし誰も来ませんでした。ずっと一人でした。別に何も。ケイトに勧められて入りました。イヤリングを？私は持っていません。ビルが父のオフィスに土地を探しに来た時に出会ったんです。素敵な男性でした。優しくて大人で夢中になってしまってこの人しかいないと思ってしまいました。ナイフなんて知りません。おや、ハロルド刑事でしたか。私に何かご用ですか。サイモン・レンデルです。58歳ですが医者です。大型です。妻は5年前に亡くなりました。子供はいませんが看護婦のスージー・マクナリーという娘と一緒に住んでいます。美術品の収集です。医師の免許を持っています。私はボストンの出身です。30年前からこの町に住んでいます。州の医師会に入っています。まったく残念な事件です。昔から知っていて自分の子供のようなものでしたから本当にショックでした。ジャネットのお母さんです。品の良いご婦人ですよ。昔からの友人です。思ったことは最後までやり通す意志の強い男です。ま
真面目ないい青年ですよ。結婚してからすっかり落ち着いているようです。ロビンズさんも早く孫の顔が見たいのではないですか。私はああいう調子のいい人間はあまり好きではありません。少々おしゃべりだが気のいいご婦人ですよ。あまり話をしたことがなくてよくは知りません。知りませんね。特にお話しするようなことはありません。かわいそうにかなり精神的に参っていたようですね。彼はジャネットとは双子だそうですね。今ちょっと自宅の方に行っています。私の家はここのすぐ近くなんですよ。言いたいことをはっきりと言う人ですが本当はいい人間なのですよ。ビルの秘書です。知りません。知りません。悪友ですよ。お互いに気ままな一人暮らし同士よく行き来しています。一度見たことがあります。どうも怪しげな男ですね。知りません。あの夜はちょっと調べ物がありましてね、夜中までここにいました。家には1時ぐらいに帰ったと思います。ビルの検視の時に思ったのですが、あの背中の傷跡はあまり深くはなかったですね。あれは例えば力の弱い女性がとどめを刺すために何度も刺した傷跡のような感じでしたね。妻は5年前に病死しました。ええ、青のベンツに乗っています。刑事さんでしたか。どうぞ。本当に驚いています。まさか兄が殺されるなんて未だに信じられないことです。刑事さん、早く犯人を捕まえてください。ジャネットのお母さんですよ。仕事熱心で厳格な父です。家庭より仕事を大切にするような人間です。この近くのホールディング家に嫁いでいます。ケイトは兄思いの優しい妹ですよ。僕が勤めている会社の社長です。社長の奥さんです。僕はよく知りません。彼とは学生時代からの付き合いです。妹と結婚していますし、ビルとジャネットの結婚に大反対だったそうです。僕たちとはほとんど付き合いがありません。事件以来実家のキャリントン家に帰っています。すっかりショックを受けてしまって病人のような生活をしているとの話です。ジャネットの弟です。親父の昔からの友達です。僕やビルのことも赤ん坊の時からよく知っているそうです。レンデル委員の看護婦さんです。とても綺麗で素敵な人です。お袋が亡くなってからずっと我が家にいてくれています。僕の母親代わりのような人です。兄の秘書です。知りません。知りません。親父の友達で映画館のオーナーです。知りませんね。そういう名前は聞いたこともありません。あの夜は一人で映画を見ていました。ええ、映画が終わったのは11時ぐらいだったと思います。それからまっすぐ家に帰りました。
え、どこの映画館かですって。はい、ガスライトシアターです。いえ、別にありませんね。ビルとは近頃あまり話をすることもなかったですから。町の青年の集まりです。さあ、そんな事件なんて知りません。イヤリングですか。さあ、ジャネットのものでしょう。結婚したい相手はいますが。ええ、赤いフォードに乗っています。僕は何も知りません。どちら様ですか。え、刑事さんですって。こんなことになってしまって本当に悲しいことです。旦那様もどれほど心を痛めてらっしゃることか。品のいい素敵な奥様です。旦那様は立派な方です。フレッド坊ちゃまは本当に思いやりのある方です。ロビンス商会もフレッド坊ちゃまが継がれることになればきっと安心です。ケイトさんはホールディング家にお嫁に行かれてもお父様やお兄様たちのことにいつも気を配られる優しいお嬢様です。あの方は軽薄な感じがして信用できませんね。ケイトさんもご苦労ですよ。あのわがままな人と一緒に暮らしているんですから。誰かのように女遊びをするような人ではないんですが、お母さんの言うことだけを聞く頼りない人ですよ。あまり話をしたことはありません。まだお若いんだから、不幸な事件のことは早く忘れて、また新しい人生を歩んでいただきたいと思いますよ。あの方はビルさんのことをひどく嫌っていましたよ。レンデル先生はロビンズ家の主治医です。病院はこの近くなんです。あまりこんなことは言いたくないのですけれど、スージーはいい娘さんとは言いにくいところがありましてね。誰とでもすぐ親密になってしまうような人ですから。あ、あのわがままなビルさんのもとでよく働いてますよ。あの人の妹が死んだのも誰のせいなのか知っているんでしょうかね。知りません、知りません。旦那様のご友人です。知りませんね、そういう人は。ああ、そういう名前の人ならここに旦那様を訪ねてきましたよ。あの夜は旦那様とフレッド坊ちゃまはお出かけになっていました。私はもちろんずっとこの家にいました。え、二人がいつ頃帰ってきたかですって。それがあの日はお二人とも帰りが遅くて、私が寝た後で帰ってこられたようなんです。そういえば事件の夜ちょっと用があってジャネットさんに電話をしたのですけれど、なんだか泣いていたような声で変な雰囲気でした。そんな事件はロビンズ家とは全く関係ないことです。二十歳の頃同じ職場の人と結婚しました。すぐに子供ができて幸せな生活だったのですが、夫と子供を次々と病気で亡くしてしまって、それ以来このお屋敷で働かせてもらっています。
兄が殺されたなんてまだ信じられません。兄のことをいろいろ悪く言う人もいましたが、私にはとても優しい兄でしたわ。物静かでおとなしそうな方です。頑固なところもありますが、いい父親です。ただビルとはあまり気が合わなくて、会社の経営のことでは時々揉めていたようです。兄は HH カンパニーに勤めていますわ。もしかしたら近々結婚することになるかもしれません。気分が悪いと言って今日は帰ってきています。お母様ははっきりと物を言われる方ですわ。少し気が弱いところもありますけれど、優しい主人です。今日は会社に行っています。ジャネットのお父様とはあまりお話をしたことはありません。たまにお会いしてもいつも無口で、めったに話されませんから。かわいそうに、どんなにショックを受けていることか。ビルの葬儀の時はすごい興奮状態で泣き続けていましたから。ビルの結婚式以来会っていません。おじさまはロビンズ家の主治医です。先生のところに3年前からいる看護婦さんです。先生の知り合いの娘さんだと伺ってますけれど、パメラは私が赤ん坊の時からロビンズ家で働いています。だからロビンズ家のことは何でも知っていますわ。兄の秘書です。確かハウリントンカレッジの近くのアパートに一人で住んでると聞いていますが。知りません。そういう人とは知りません。父の若い頃からの友人です。頑固な父もあの方の前ではすっかり気を許しているみたいですわ。知りません。知りません。あの日はずっと家にいました。実はあの夜に誰かがドアを開けてこの家を出て行こうと聞いたのです。確か10時半ぐらいだったと思います。とても気になって仕方がないのですが、お母様が主催なさっている地元の婦人の集まりです。ええ、マイケルと結婚してよかったと思っています。本当にお気の毒ですね。たまには顔を合わせていましたが、若いながらなかなかのやり手でしたよ。よく知りません。ロビンズさんは立派な方です。昔からこの町に貢献されてきた実業家です。うちの会社で働いてもらっています。明るくていい人間ですが、ビルのように仕事ができるタイプではありませんね。よく気のつく優しい嫁です。あの口やかましい家内ともうまくやってくれていますよ。大きな声では言いませんが、あれは出しゃばりでおしゃべりなんです。母親が甘やかして育てたせいか、どうも頼りない息子なんですよ。もう少ししっかりしてくれるといいんですが。さあ、話をしたことはありません。ビルの奥さんについてはよく知りません。会ったことはありません。この辺ではなかなか腕のいい医者だという評判ですよ。そういえばいつだったか、彼女とビル君が町の盛り場で一緒のところを見かけたことがありますよ。私はどうもあの人が苦手でしてね。
あまり話したことはありません。ビル君の秘書です。いつもビル君と一緒にいました。知りません。知りませんね。ガスライトシアターのオーナーです。なかなか商売上手な人ですよ。そんな人に会ったことはありません。知りません。はい、私はあの夜確かに出かけました。ある人物と会う約束をしていたんです。誰とですって？それは言ってはなんですが、ビル君は非常に女性関係が派手でしてね。私は今度の事件もその辺に関係あるんじゃないかと思っているんですよ。実は私は養子でしてね。 HH カンパニーは家内の父親が作った会社なんです。妻に対しても気苦労があるんですよ。私は黒の BMW に乗っています。本当に驚いています。まさかホールディング家と縁続きの人間から殺人事件の被害者が出ることになるなんて未だに信じられませんわ。アネモネクラブの入会をお勧めしたんですけれど断られました。人が集まるところは嫌いだそうですわ。ロビンズさんもロビンズ商会を大きくするためにかなり非常なこともしてきたという話ですわ。あの方に潰された取引先もあるらしいですわよ。お兄さんに比べれば少しはまともですけどね。うちの息子に比べるとまだまだできていませんね。優しそうに見えてあれでなかなかしっかり者の嫁ですのよ。あの事件以来どうも元気がないんですの。夜もあまり眠れないようですし心配なんです。母親思いの可愛い一人息子ですわ。あの事件の夜も気分を悪くして寝ている私のそばにずっといてくれましたもの。よく知りません。ビルとジャネットの結婚式は半年前にセントノース教会で行われたばかりなんですよ。あの可愛かった花嫁さんが未亡人だなんて本当にお気の毒なことですわ。よく知りません。あの先生も物好きなことですわよね。身寄りでもない友人の娘を引き取ったりしてやもめ暮らしはお寂しいのかしら。サイモン先生のところの看護婦ですよ。ロビンズ家のメイドでしょ。生意気なんですよ。私は知りませんわ。知りません。知りません。若い頃からいつもロビンズさんと一緒に遊んでらしたわ。知りません。知りませんわ。あの日は前日のパーティーの疲れが出て早くから休んでおりました。ですからずっとこの家の寝室におりました。そういえばあの事件の夜私気分が悪くてレンデル先生に往診をお願いしようと思ってお電話したのですが誰も出ませんでしたもの。お出かけだったのかしら。地域のご婦人を集めた慈善団体ですのよ。私が会長なんですの。主人は父の下で働いておりましたの。それが縁で結婚いたしました。
まだ何かご用ですか？亡くなった社長についてのお話なら会長がお伺いすると思いますので、こちらへどうぞ。死んだ息子についてはもう何も話したくない。ビルの仕事関係のことなら秘書のシェリー・マクドナルドに聞いてくれ。付き合いがないので知らん。ビルがいなくなった今、ロビンズ家の跡取りはフレッドだ。これからフレッドにはもっとしっかりしてもらわんと困る。あれは親思いのいい娘だ。ビルとも仲が良かったようだしな。あの男は経営者としては今一つの男だ。あの奥さんとはあまり付き合いがないからよくわからん。男としては少し頼りないが、ケイトには優しいらしい。変わり者だな。どうも気が合わんので、ビルの結婚式以来あまり話をしたこともない。ジャネットはいい嫁だ。まだ若いのだから、ビルのことは早く忘れて新しい人生を歩んでもらいたいものだ。よくは知らん。古くからの友人で我が家の主治医をしてもらっておる。ああ、レンデルのところの看護婦だ。妻のヘレンが亡くなってからずっとうちで働いている家政婦だ。今日は休暇を取って休んでいる。知らんな。誰だそれは。わしとマクベインとは若い時からの友人だ。売れない小説家らしいな。ああいう得体の知れない男がいると町の風紀が悪くなって困る。知らんな、そんな男は。会ったこともない。あの夜は友人のジェームス・マクベインのところに行っておった。11時頃には帰ってきてすぐに寝た。いや、何もない。警察にはさっさと犯人を逮捕してもらいたいものだ。妻のヘレンは病死した。もう20年以上も前のことだ。刑事さん、捜査ですか。ご苦労様です。私が発見した人ですね。びっくりしましたよ。車のドアを開けたら突然倒れてきたんですから。殺された人間を見たのは初めてで、腰を抜かしてしまいました。全然知りません。殺された人のお父さんですね。事件の後ここにもいらっしゃいましたよ。ああ知りません。妹さんでしょ。事件の後に花束を持ってここに来ました。知りません。知りません。知りません。全く知りません。知りませんね。ああ、フォード先生のところの学生ですね。そういえば事件の後この辺をうろついていました。声をかけたらゼミの研究対象で調べているんだとは言ってましたが、検視官の先生でしょ。ああいう時はお医者さんも大変ですね。
知りませんね。知りません？知りません。ああ、その人ならよく釣り場で会いますよ。釣り仲間です。知りません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 。あの日は夜勤だったんです。2時ぐらいに校内の見回りを終わって、通用門のところで車を発見しました。実はロビンズさんを発見する前に、通用門のところでスピードを出して走っていく車の音を聞いたのです。暗かったのでよくは見えませんでしたが、青い車だったようでした。なんだか気になりましてね。ロビンズさんはどこか別の場所で殺されて、あそこまで運ばれて、あの車の中に置いていかれたらしいですね。鑑識の人がそう言ってました。結構体格のいい人でしたから、一人では運べなかったかもしれませんね。夜勤の時に不審な車を見つけたんで、近づいて中を覗き込んだら、ドアが開いていて、中から人が倒れてきたんですよ。本当に驚きました。あの車はうちの学生が駐車していたもので、ドアが壊されていたそうですよ。何のご用でしょう。こんなことになってしまって本当に残念ですわ。早く犯人が捕まるといいのですが。ご立派な方ですわ。今回のこともご自分の息子さんを亡くされて大変なところだというのに、ジャネットにもいろいろと気を配ってくださって感謝しています。ビルの弟ですわ。いい方ですわ。ジャネットの結婚の時にもいろいろと相談に乗ってくれたのはケイトさんですから。さあ、あまりお会いしたことがないのでよくは知りません。アネモネクラブへの入会を勧めてくださったのですが、私は人前に出るのが苦手でお断りいたしましたわ。さあ、話したこともありません。今日は仕事に行っています。主人はホームエステートエージェントという不動産屋をしていますの。事件以来この家に帰ってきていますが、まるですっかり病人のようになってしまって。ハウリントン大学に通っていますわ。この頃は家にいても自分の部屋に閉じこもっていることが多くて、私ともあまり口をきかないのです。何を考えているのかすっかりわからなくなってきました。知りませんわ。知りません。ジャネットが随分お世話になっていました。ロビンズ家のしきたりなどいろいろと教えてくださったようですわ。私は会ったことはありません。知りません。知りません。知りません。そんな人は知りません。知りませんが、家にいましたわ。主人は11時半ぐらいに帰ってきました。いいえ、
何もありません。ホールディングの奥様がやってらっしゃる慈善団体ですわ。私たちは再婚なんです。私の前の主人はジャネットとラルフが1歳の頃に死にました。ジョーとは10年前に結婚しました。はっきり言うと僕はあの男のことが大嫌いでした。でもまさか殺されるなんて本当に驚いています。母は今回の事件でジャネットがどうにかなってしまうのではないかととても心配しています。まともに話したこともないからよくわかりません。ビルよりは少しまともな男みたいだけれどはっきりしなくてうじうじしたところがあるようです。ああよく知りません。話したことはありません。うるさそうなおばさんですよ。僕は話をしたこともありません。あの頼りなさそうな男ですか。話すようなことはありません。人当たりはあまりよくありませんが尊敬できる父親です。すっかりショックを受けてまるで病人のようです。結婚してからわずか6ヶ月で最愛の人が殺されてしまったのですから無理もありませんね。知りませんよ。彼女はハングリーフィッシャーマンでビルと一緒のところを見かけたことがありますよ。あのメイドはビルのことを嫌っていました。あの人はフレッドをやたらと可愛がっているそうだからロビンズ紹介をフレッドに継がせることになって喜んでいるのじゃないですか。ビルの秘書です。真面目な女の人です。いい人です。パブのマスターです。彼女なら知っています。ハングリーフィッシャーマンでピアノを弾いている人です。会ったことはありません。知りません。知りません。あの夜は友達のところに遊びに行っていて夜中に帰ってきました。別に何もありません。そんな事件のことは知りません。車は持っていません。いつもバイクに乗っています。ビルのことはもう何も話したくはありません。優しい母です。お父様はビルが殺されても涙一つ流すこともなかったので、頭の中は会社のことだけでいっぱいなんです。フレッドさんはいい人です。ケイトはいつも私のことをかばってくれていました。ビルはああいう調子のいい人間には気をつけろって言っていました。アネモネクラブの会長さんです。私あの人は苦手なんです。ケイトの悪口ばかり言うんですもん。時々お会いしますがあまりよくわかりません。父は私たちの結婚にすごく反対していたんです。私たち双子なんです。小さい時からいつも一緒でした。だから私がビルと結婚するって決めた時すごく嫌がりました。時々お会いしますがあまりよくわかりません。あの人のことはよく知りません。カメラさんはフレッドのことばかり気にしているんです。ビルのことはきっと嫌っていたんだと思います。ビルの秘書の人です。知りません。知りません。お父様のお友達です。知りません。知りません。どこにも行っていないし誰も来ませんでした。ずっと一人でした。別に何も。ケイトに勧められて入りました。イヤリング？
私は持っていません。ビルが父のオフィスに土地を探しに来た時に出会ったんです。素敵な男性でした。優しくて大人で夢中になってしまって、この人しかいないと思ってしまいます。ナイフなんて知りません。